国際連合児童基金は1946年12月11日に設立された国際連合総会の補助機関。本部はニューヨークに置かれている。略称はユニセフ。当初は国際連合国際児童緊急基金と称して戦後の緊急援助のうち子供を主に対象とした活動であった。日本は 1949年から1964年にかけて、主に脱脂粉乳や医薬品、減免などの援助を受けた。当時は日本も主要な非援助国の一つであった。緊急援助が行き渡るのに従って、次第に活動範囲を広げて1953年に、正式名称が現在のものに変更された。開発途上国、戦争や内戦で被害を受けている。 国の子供の支援を活動の中心としているほか、児童の権利に関する条約の普及活動にも努めている。かつては物資の援助中心の活動であったユニセフであるが、生活の自立がなければ無限に援助しても状況は変わらないとの発想のもと、親に対する栄養知識の普及などの啓発活動にも力を入れている。1965年にノーベル平和賞を受賞した。 ユニセフは、支部に相当する、事務所、すなわち途上国に存在して、実際の支援にあたる、現地事務所と、世界の7つの地域に存在する、地域事務所、これらを統括する、本部、そして先進国に存在して、ユニセフ本体を支える、国内委員会とで構成されている。執行理事会は36カ国の政府代表で、構成される。委員は、 国連の経済社会理事会で選出され、任期は3年。主な業務は次の通り。なお、ユニセフの実質的な本部機能は、ニューヨークにあるが、現地政府、現地事務所、現地の国内委員会とも交渉する、必要性から、以下の組織はあくまで、ニューヨーク本部と同じ、ユニセフ本部とされている。ユニセフ本部ニューヨークに存在する、ユニセフの本部機能を持ち、 主な業務は次の通り、ユニセフヨーロッパ事務所ジュネーブに存在する。主な業務は次の通り、ユニセフ物資供給センター所在地はコペンハーゲン。正式には、ユナイテッド・ネーションズ・プロッケリーメントアセンブリーセンターという。主な業務は、物資の買い付け、保管、発送業務等である。車両等の大型機材や、食料などのほか、 ワクチン等医療用品の大型保冷施設を持つ、イノチェンティ研究所フィレンツェに存在する、ユニセフの情報センター的役割を担う。主な業務は次の通り、ユニセフ東京事務所東京都渋谷区にある、UN ハウス内にある。公術の日本ユニセフ協会とは、ユニセフインジャパンとして、Facebook や Twitter を共同運用しているなど、協力関係が大きいが、別の組織である。 ユニセフ東京事務所、日本、韓国兼任代表の執務室が置かれている。主な業務は日本政府と韓国政府からの資金調達だが、その他には次の通り。世界7つの地域に存在し、管轄地域にあるユニセフ現地事務所の業務を支えている。155の国と地域に存在する。国際職員と国内職員で構成される。主な業務は次の通り。 先進国では、現地の子供たちを支援するための、現地支部としての事務所は設置されない。その代わりに、上述のヨーロッパ事務所や東京事務所など、現地の政府からの支援を募ったり、今後の計画を決めるための事務所が、ユニセフ本部としていくつか設置されているほかに、現地の民間人からの支援を募る、ユニセフ国内委員会が民間団体として各国に設置されている。 ユニセフ国内委員会は、ユニセフの組織の一部とされているが、あくまで国連機関である、ユニセフ本体とは協力協定を結んでいるだけで、全く別の民間団体として、各国内で取りまとめた支援をユニセフ本体に送ったりする活動を通じて、途上国におけるユニセフ本体の活動を支えているのが、ユニセフの組織の特徴である。ユニセフ国内委員会は、 先進国36カ国と地域に存在し、国際連合機関であるユニセフと協力協定を結び、各国における民間協力の窓口となっている。各国国内法に基づき、非政府組織として設置されている。最初の国内委員会は1947年に設置されたアメリカ合衆国委員会である。アジアでは2016年時点で日本、韓国、 香港の3つの国と地域にユニセフ国内委員会が設置され民間からの支援を募っている。日本では財団法人日本ユニセフ協会が該当する。民間部門であるユニセフ各国委員会からの資金がユニセフ本部の財政の約30%を支えており、ユニセフ本部への政府機関からの資金が約60%であるのと比較しても国内委員会の役割は 小さくない。なお、ユニセフ本部との協力規定により、募金事業、グリーティングカード事業の収入の最大25%、及び、会員の会費、補助金、雑収入を、協会の活動経費としての留保が認められている。ユニセフ国内委員会はあくまで民間からの支援を担当しており、政府機関からの支援は、ユニセフ本部が対応している。日本。 韓国の2国では政府機関からの支援はユニセフ本部の一つであるユニセフ東京事務所が担当している。ユニセフ東京事務所はユニセフ韓国委員会やユニセフ日本委員会と密接な協力関係にあることが明記されているが、あくまでユニセフ韓国委員会とユニセフ日本委員会はユニセフ東京事務所の下部組織ではなく、またユニセフ東アジア、 太平洋諸国地域事務所の下部組織でもない。なお、マルタやリヒテンシュタイン広国など国連に加盟していながら、ユニセフ支部とユニセフ国内委員会が両方とも存在しない国がいくつかある。ユネスコ本部への拠出額は2015年度は3億1058万8000ドルと世界で一番大きい。日本がまだユニセフ本部から支援を受ける立場だった1955年に、 日本ユニセフ協会が設立。1956年の日本の国際連合への加盟承認を経て、1977年にユニセフ本部からユニセフ日本委員会として正式に承認され、支援する立場になった。日本におけるユニセフ国内委員会として、主に民間からの募金を行っている。日本政府との交渉はユニセフ東京事務所が行っているが、 公式ツイッターをユニセフ東京事務所と日本ユニセフ協会が共同で運営しているなど民間への啓発活動は共同で行っている。日本ユニセフ協会からユニセフ本部への拠出額は2015年度は1億2046万千米ドルで世界34カ国の中では2番目に大きい国内委員会である。国民1人あたりでは2.22米ドルで18位である。 ちなみに、1位はノルウェーで、国民1人当たり33.66米ドルである。主な業務は次の通り、1994年に設立。韓国におけるユニセフ国内委員会として、主に民間からの募金を行っている。韓国政府との交渉は、ユニセフ東京事務所が行っている。ユニセフ韓国委員会から、ユネスコ本部への拠出額は、 2015年度は9393万2000ドルで世界34カ国の中では3番目に大きい国内委員会である。国民1人あたりでは2.75米ドルで16位である。1986年設立。ありがとうございます。